鎌田大地、ここに来て緊急事態発生。鎌田、まさかの次戦ユベントス戦でスタメンどころかベンチ外に。他のメンバーが行って怪我でもしたのか？練習中に何か問題あったっぽい。出てなかったのに急にフル出場続いたからどこか違和感あっても不思議ではないよな。かますれ見ても何の情報もないんだ。何があったんだかま。かま招集外とか怪我よりも揉め事の方を心配してしまうんだ。かま、本当にラツィオ離れるんか？イタリア人もかまだわ。ってなってるんだ。出ていく宣言したパターンも。かまはどうせ退団するから変わらんだろ。重症なら移籍もメディカルチェックで行き場がなくなるどん。かまだはふくらはぎの違和感らしいな。予防的措置で招集外とのことだから軽症っぽいけど筋肉系は怖いな。かますれ有能なんだ。予防的措置なら大丈夫だけど、竹は軽度な損傷が見つかったりしてたから、休めてほしいんだ。かま怪我か、重症じゃないと良いけど、せっかくポジション掴んだタイミングでついてねえな。かまはサドビなんだ。